香港チャンネル。質問が来ております。はい、今東京都が、外国人が創業すると、1500万円を保証人なしで貸してくれるという政策をなんかやってるということなんですが、これについてどう思いますかと。なぬって、この優先順位が違うやろって思うし、で、何その1500万はどこの金やねんっていう話やん。ですね。ほんまに小池さん、これ。そうですね。東京都がやってる。1500万、私東京都民ですけど、これは、SNS 上でもちょっと、ね、炎上しておりますね。そうですね。だから、はっきり言って企業でしょ企業。企業ですね。会社を会社とか。ね、それに、なんで、担保なし。担保なしですね。保証人もなし。保証人は原則不要みたいな書いてある。なんやねんそれ。ほんなら海外の人がやで、はい、外国の方がやで、はい、日本で会社やろうって言って、東京都で1500万円もらいますやん。はい、何もせんと、それ使って帰ったらどないすんねん、はい。そうですね。で、それ追いかけて取り返すのか。無担保ですしね。そうやろ。ほんで取り返しもできへんやろ。うん、行く、そんなもん、行く、誰が行くの？そうですね。誰が、その旅費も、これ、都税ちゃうの。そうですね。ふざけんなよって。ほんまに。こんなんね、都民に問え。そうですよね。あんたら。てか、それ今ね、その流行り病で苦しんでる日本人とかいっぱいおるわけですからね。そうや。あふちゃうかと思うわ、ほんまに。いや、あいた口が塞がれへんか。ほんまにね。これ何を考えてんの、うん、そんなことするのに、日本に来てとか、うん、で、日本に在留してるね、外国の方が、うん、あ、ええわな。その中にはね、ほんまに起業したいって、うん。それでも甘いですよね、ほんまに起業したいと思っててもね。無担保って。ね、そんなもん誰も返せへん。逆にもっと厳しくせんと、ね、ダメですもんね、日本人より。そうやろ、うん、ほんだらもう、入管とかも、ほんで甘いし、日本で不法滞在で、いろんな犯罪も起きてるやん。うん、これ、もう決まんの。もう、6月28日から受付が始まってるみたいです。あほちゃうか。すでに。こんなもん。なんでそれやることによってメリットあんの？ね。東京とかね。東京とかそれ税収増えると思ってんの？どうなんでしょうね。それで企業は増えて。いや、ね、こんなもん。いや、貸すのはええよ。うん、企業するためにお金貸してあげるのはええけども。保証。保証に、外国人がなおさらねえ、つけんと。そうやろ。うん、俺らかって。芸人やん、はい。な、マンション借りんのも、昔貸してくれへんかった、ね。そうですよ。ペット禁止と一緒で、はいはいはい、芸人やからって言って。保証がない、なんかね、うん。ペットと一緒やで。芸人禁止みたいな。そうやで。そんなんで。いやいや、ほんまに、おふざけになりすぎやで。これね。審査はどんな審査なの？審査はね、東京、と担当部局の事業計画認定を受けていることや日本国内において創業日から5年未満であるなどの条件って書いてありますね。いやだからその人が、どこの国でどこにお住まいで、うん、でね、どういう、はいはい、日本でどれだけも取ってとか、ね、しっかりやってほんでどういうふうな行動をされてどういうお仕事されて、いやそれでもいるやろ。はい。何これ。これで。そういう別になんかアナウンスもなく、東京都民の方は知らされずにね、勝手にやられてるわけですもんね。びっくりすんな。ほんまに。何これなんか動いてんのじゃん。なんかね。ああ。ほんま。いや、これ、即刻、ね、中心して、担保を取るようにしたら。そうやろ。ねえ、ほんとに。これ回収できへんで。いや、ねえ、どんだけ払うんでしょうね、これ、ね。どんだけ性善説やねん。いや、ほんまに。そうやろ、まあ、ほんま。えんま。あれ、しっかりな、ちゃんとやってないから、日本で、果物。果物を、ね、盗まれたりとか、日本の種がね、はい、33年間一生懸命、開発して、シャインマスカット。シャインマスカットね、中国、ね。あれ、100億かなんかやろ。はいはいはい。損害やろ、市場で。そんなもんあんのに。いや、ふざけんな、もう。
即やめてくれ。これ、ほんまに、議員の方が、都議会議員の方が、なんかツイッターしてはったから、うん、はいはい、いやもうこれはもう、即刻みんなで、抗議やね。そうですね。声を上げましょう。以上。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。